Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is, blind? Is the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is, blind? The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix? あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり、左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目で、オシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば、目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると、彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由でホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され、別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるように、カルツージュ、中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中
ヨハネの黙示録の表現に見られるようにエジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広志林、浜祭りジャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだそんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ・ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に一羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダ・ヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered
by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。Thank you.